丸くえぐられたゲートを通っての登場ですまずは細田かなたさん <laughs> 藤野涼子さん <laughs> 上杉秀平さん <laughs> 桐生舞さん <laughs> 金田さどしさん <laughs> 三上ひろさん そして滝裕介監督です七夕の国キャスト監督の皆様をお迎えしました皆様改めて大きな拍手お願いしますよろしくお願いいたします さあまずは皆様より一言ずつご挨拶をいただこうと思いますまずご紹介するのは物に触れずに小さな穴を開けるというまあ、役に立たない超能力を持つ平凡な大学生通称南丸こと南丸陽次を演じられました放送だ金田さんお願いします え皆様こんばんは南丸陽次を演じました細田香菜太です、えー、今夜1,2話を見ていただけるということで短い時間ですが皆様の期待を煽れるようにえたくさん話せればなと思いますよろしくお願いしますお願いします 続きまして、丸亀一族の東丸家の長女で悪夢に囚われてしまう女性。東丸幸子を演じられました。藤野涼子さん、お願いします。こんにちは。藤野涼子です。え、東丸幸子を演じました。藤野涼子です。えー、っと配信直前前にあのこうして皆さんの前にえー、っと私たちが全力をかけた。そして想像力を膨らませて、あの描いてきた作品が皆さんにこうどう？ 捉えていただけるのか緊張しつつでも楽しみでもあります、えー、まあこうミステリーな作品なのであんまりネタバレはしないように、えー、と発言に気をつけながら今日は楽しみたいと思いますよろしくお願いしますお願いします続きまして幸子の兄でありながら丸神一族の掟を破り球体の力を悪用しようとする東丸隆を演じました上杉修平さん ははいこんばんば、えっと、東丸隆を演じさせていただきました上杉秀平です、えー、ようやくこの作品が世に解き放たれるということで気持ちが高揚しておりましてとても楽しみです皆様に楽しんで帰っていただけますよう全力で頑張りますよろしくお願いしますお願いします続きまして「南丸の通う大学」で講師を務め丸上教授を探す恵美小百合を演じられました桐生舞さん はいえー、と皆さんはじめましてえ美さゆりを演じました桐生舞です。あの一、二羽を少し先駆けて見ていただく皆様にあの少しでもこう期待を膨らませてあの見ていただけるようにあの楽しいイベントになったらいいなと思いますよろししくお願いします。 続きましてたかしの力を利用して怪しげなセミナーを開く八木原ラを演じられましたカナダサトシさんお願いしますはじめましてカナダサトシです <laughs> チースよろしくお願いしますチ <laughs> はたかしの力を利用してですね、えー、うさんくさいセミナーを開きました <laughs>、えー、ネタバレしないように、えー、本日は気をつけながら、えー、楽しく、えー、やりたいと思います面白いです <laughs> よろしくお願いします お願いします。お願,ますお願いします。続きまして、丸上の里の謎を追いしそうした大学教授、丸上正美を演じられました。三上博さん。こんにちは。というか、こんばんは。<laughs> <laughs> 三上博です。えー、今日は。ええー、一、二話ですか。楽しんでってください。よろ,よろしくお願いいたします。<laughs> 最後に、本作のメガホンを取られました。滝祐介監督、お願いします、えー。こんばんは。監督を務めました。滝です。 本日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますさあ早速伺いますまずは放送田さんはいいよいよこの弾きましたね ですね今のお気持ちどうですかいやめちゃくちゃ楽しみですよ。んだろう普段僕作品が世に出る時って緊張だったり不安だったりって絶対混じってくるんですけどもう七夕の国に関してはもう大丈夫だろうってなんか勝手に思ってしまうぐらいあの今から皆様に届くことが楽しみですし今、まあ、作はあのとある日から、えー、人や物がえぐれ始めるという怪奇事件から始まってそのじゃあ なんでそういう事件が起きたかでその原因となっている球体は何なのかっていうものを解き明かしていくミステリー作品にもなっているので明日から皆様がそのミステリーにどん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 体をなんかんなんだろう飲み込まれていく日が明日になるって思うとすごく楽しみです、はい、いやでも監督もこれだけやっぱりほら先ほどもカルト的な人気がとかってねあのすごいファンの方がどんな風に映像化してくれるんだろうって期待が高まっている中での映像化ご自分の中でプレッシャーとかなかったですかと いいやもうプレッシャーしかないですよねそうですねもう何十年も読んできた作品だったんであの今もドキドキキしています <laughs> え監督の中でここは大事にしようとか、まあ、ネタバレ的なことあると思いますがここはあの絶対ブレない何か決めてたことってあったんですか何かあのえっと原作が好きだっていうのもあるんですけどあの。 ま原作の持つ岩脇先生の描く作品どれもそうなんですけど独特の空気感とか間合いみたいなものは映像化の際にはやっぱり必ず抽出しないといけないなと思ってたのでそこは気を使っていいると思います横でちょっとうなずきながら三上さん聞いてらっしゃいましたけども、はい、三上さんの演じる、まあ、これもだからネタバレとかには気をつけつつなんですが。その ねえ、えー、謎を探るために、失踪してしまうその教授っていうキャラクター。あと、この七夕の国っていう、あの話の持つ魅力って、みごみさん、どういうふうに思われました。そうですね。はい、あの。こういうの好きなんですよね。あの。あ、の。なんでしょうね。現実ぶっ飛ばしてるやつは。あの、こういうところに登場人物として、ぜひ参加したいということで。 いるわけでだって今回もだから三上さんが7年ぶりのドラマ出演っていうことで三上さんの選ぶ作品がどの作七夕の国なんだっていう間違えましたかいや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 だからあそうかっていう妖怪的にも多分注目されてるとこあると思いますけど見ていただいてちょっと不思議な役なので多くは語れませんそうですかあの 演じてみて、まあ、言えること言えないことあると思うんですが、はい、いろんなことを感じられたと思いますが撮影はいかがでしたか今回最後大変だったね <laughs> 最後大変でした。言っちゃいけないのかな。いやいやでもでもでも大変だったっていう事実。あの最後のことは急に言うのやめてください本当に。三上さん、これからさっきの話ですから。そうですね。いや大変だったね。事実ですね。すみませんね。いや全然全然あのシーンの内容は言えないですけど、そのシーンを撮るのに三日かかりました。はい。ワンシーン撮るのに三日かかりました。ピョピョピョしてたよね。そうですね。もうみんな朝から夜までスタジオこもりっきりでやってましたね。もう。 何とかいい絵を撮るためにもうぎりぎりまでやったっていう全部全部この人が悪いんです <laughs> <laughs> そんなかかりましたっけかかりましたよ気づいてんよ <laughs> いや楽しかったでしょでそれで監督やっぱりやっぱそれだけかかったシーンもあり出来上がりは監督もこれは自信持ってっていうことになったっていうそうですね、はい、最高傑作です そうですか<ー>楽しみますます楽しみです、はい、そしてカナダさん、はい、あのね上杉さん演じるたかしの力を使って詐欺セミナーを開くという、はい、まあカナダさん、ね、タイガなんかでもご活躍中ですけどもこの役めちゃくちゃハマってましたね本当ですかすごかったですなんか普通にやったらうさんくくなっただけなんです <laughs> 相当かかかっったたでですすよ本当にこういうセミナーの司会の方ってこういう人なのかなみたいな感じのでもそうですね、うん、あの本当ちょうど自分たちのネタでもうさんくさい大学の,その伝説のスピーチみたいなよくあるじゃないですか大学のその謎の社長みたいなキャラクターをちょうどネタでやってたんでそのまんま <laughs> あのやったらいけたという感じですよね。 一瞬川野さんと気づかずにこの役者さん誰なんだってああと思う人もいるんじゃないかっていう,う,う最高の言葉をいただきましたね <laughs>、はい、えまあ,あれは木原ですからああですね、はい、え細田さんとか上杉さんとの現場いかがでした川野さんここいやだからもうすごい僕らは本当に悪いやつだなっていう感じですよね本当そうでした、ね、その底辺であったんだろうなっていう <laughs> 本当<に>社会の底辺であった二人を まあピュアな方にえその感じでこう絡んでいくっていうのがすごいなんかクレープ美味しかったね。<laughs> いなかったですよね。<laughs> いなかったですけどね。<laughs> あ僕はいなかったです、ね、<laughs> はいったですね、はいうん、でもとても魅力的なキャラクターありがとうございます。本当に、はい、そして監督に改めて伺いますが今回山田孝之さんが演じているより頼之という、はいまあ、キャラクターがいるんですがこれどのように作り上げていかれたんでしょうか。 そうですね、丸上頼之、えー、山田隆之さんはあ出てますね「この影で顔がほとんど見えない人間」人間 <laughs>、あのー、そもそも、えー、っとやっぱりこのように、えー、っとなかなか顔が見えてこない役なのでえー とそれを受けていただける勇気もしかしたら山田さんにとっては作品のことを考えたら当たり前のことだったんだと思うんですけどあのそのキャスティングには非常に難航したことも事実なのでそれを受けていただけたことはとても嬉しく思いますあとは実際映像を見ていただけると山田孝之さんでしかできない丸上ゆきになっていると思いますね。 あの細田さんはおね共演のシーンなんかもありました。改めて今回の共演いかがでした。うでいや、もう本当僕、最後だけなんですけどでもあのそういう意味ではあの藤野さんとか上杉さんの方がもちろんヨリウキさんといる時間は長かったですけど<あ>今日朝まあお昼ぐらいから取材受けてたんです。その中でヨリウキさんの話とかもそれこそさっき監督も含めた座談会の形したときにみんなですごい。 ですよねって話にはなってっていうのもやっぱあれだけ顔が見えなかったりする中での感情のほんとささいな変化だったり機微みたいなものがお芝居一緒にさせてもらえたからこそ感じるものってあってで当然一緒にやってる側が感じてるってことは画面にも出てるってことなのでそこは本当にもう何なんだろうなと思ってぐらいあのめちゃくちゃゃく刺激を受けましたねはい、はいえー、これは本編でぜひ楽しんでいただければというふうに思います。さあ さらに本日はですねとある方からスペシャルコメントが届いております会場にお越しの皆様楽しんでいただけているだろうか七夕の国明日からの配信を祝してささやかながらサプライズプレゼントを届けさせていただこうと思う皆さん準備はいいかな なんと丸上頼之役の山田孝之さんからのサプライズメッセージでしたがサプライズプレゼントというのは一体何なのか皆さん会場の後方にご注目くださいこれ非常に危険ですから絶対皆さん触らないようにしてくださいこれは危ないですよこれは危ないですよね,これ,ね,こ,れねこ,れっこれ触れたらやばいですこういすごいうわっ怖っ怖っ でかっ意外に意外にでかいぞ <laughs> うわっすごっさあそしてこの大きな丸いものが今か大丈夫か <laughs> 山田孝之さんからのサプライズプレゼントとしてすべ<ー>てをえぐる球体が今到着いたしましたすごいうわ<す>大丈夫近く行って。 これギリギリ相当に大きいですけどもでも七夕の国を見た方からもしもねこの後するとこんな大きなものが来たら相当怖いですよねこれ。そうですね,ね実際だってその世界観の中ではこれがもう人に当たってまで描かれてますから、ね、そうですよね、はい、はい。これ三上さんいかがですかすごいです <laughs> <laughs> ねとんでもない凶悪なプレゼントが よりゆきさんから届きました大きい大きいとは聞いてたけどこんな大きいと思わなかったですね、はい、実際に七夕の国でこれ実際に体感できるっていうねこれぐらいの大きさがね,ねそうですねわかりましたありがとうございます、はい、これからご覧になる皆様にメッセージいただけますかはい。えー、あ、真ん中少し、はい、少し,少し申し訳ないですすいませんはい。皆様本日はありがとうございましたあのー、映像制作の第一線を走っているディズニープラスという コンテンツで、この七夕の国という本当に素敵なスタッフの皆様、キャストの皆様集まって。実写化するには、これ以上ないであろうという映像ができております。あのー、明日から、実際に配信が始まるわけですけれども。もう全身で、この頂上ミステリーを。なんだろうな、全身で感じていただいて。かつ、見終わ、まあ、とりあえず前編見ていただいて、見終わった後に、一歩引いて。 何を皆様が感じるかすごくそこが僕は個人的には楽しみにしています作品のことも楽しみつつその外側のこともぜひ考えるきっかけになったら嬉しいです皆様よろしくお願いしますありがとうございましたそれでは以上をもちましてディズニープラススターオリジナルシリーズ七夕の国配信直前特別試写イベント終了とさせていただきます最後にキャスト監督にもう一度大きな拍手お願いしますありがとうございました